皆さんこんにちは。今日はとっても美味しい秋田のきりたんぽ鍋を作りたいと思います。日本には地域を代表するいろいろな郷土料理があり、四季折々の野菜や海の幸にも恵まれていますね。素晴らしい日本の食文化を日本の方々だけでなく世界の人々にも知ってほしいと思います。海外に住んでいるので全ての材料が揃うわけではありませんが、できるだけ伝統に沿って作りたいと思います。まずきりたんぽを作ります。炊きたてのご飯 400g をボウルに取ります。熱いうちにすりこぎなどで潰します。その約3分の1量をラップの上に取ります。細長くして真ん中に串を入れます。きりたんぽ鍋は山で働く人々により考案されました。それは冬に働くマタギや炭焼きや木こりの人々です。きりたんぽを持って冬の山に働きに行きました。約 400g のご飯で3本のきりたんぽができました。では炭火の上できりたんぽを焼きます。いろりの火で焼くのが有名ですね。焼いたきりたんぽは何日も保存できます。たんぽとは槍の刃先の鞘を意味しています。焦げないように注意して回しながら焼きます。焼けたらお皿の上に取ります。そして熱いうちに串を抜いたら出来上がりです。お鍋に入れるために少し斜めに半分に切っておきます。きりたんぽ鍋の材料です。主な材料は6つです。きりたんぽ、鶏肉、ごぼう、ネギ、しめじ、そして三つ葉です。舞茸とセリの代わりに今日はしめじと三つ葉を使っています。ネギは5センチぐらいの斜め切りです。日本料理ではネギの白い部分をよく使います。これはごぼうのささがきです。ささがきとはごぼうを回しながら包丁でそぎ切りにすることです。ごぼうも日本の料理にはよく使われますね。ごぼうは酢水につけてアク抜きをします。鶏もも肉 300g は一口大に切っておきます。鶏肉は下味をつける必要はありません。もともとは山で採れた山鶏やウサギを使っていたそうです。三つ葉も5センチぐらいの長さに切り揃えます。セリや三つ葉は香りのある野菜ですね。セリはもともと川辺に生えていた山菜です。鶏の足の骨でスープを作ります。骨 4、5 本を水で洗ってネギと一緒に茹でます。ネギを入れるのは臭みを取るためです。このお湯は捨てます。茹でた鶏の骨は水で洗います。土鍋に水 800ml を加えます。そして水洗いして茹でた鶏の骨を入れて加熱します。アク
を取りながら10分ほど煮ます。もともとの料理法では鶏ガラを使っています。野ウサギなども使っていたそうです。山ではいろいろな材料が手に入ります。ではスープができたらささげきごぼうを加えます。そして鶏のもも肉も加えます。味付けは大さじ3杯のお酒とお醤油、それからみりんは大さじ2杯です。ごぼうの香りがしてきます。そして一煮立ちしたらしめじ 150g ぐらいを加えます。舞茸もしめじも山で採れるキノコですね。次にきりたんぽを揃えて並べます。ネギと三つ葉を最後に加えます。きりたんぽ鍋は2007年秋田の郷土料理100選に選ばれました。全国インターネット投票で第3位となりました。蓋をして加熱します。ごぼうと三つ葉の香りが食欲をそそりますね。最後にもう一度新鮮な三つ葉を加えたら出来上がりです。さあできました。寒い日には体が温まるお料理ですね。早速熱いうちにいただきましょう。木枯らしの吹夜はいつもいろり端、きりたんぽ鍋湯気香り立つ。